タリストでありミュージシャンの竹下敦史です。本日はね、ギターがメンテナンスによって、そしてチェック、バランスなんかの、ね、変化によってどれぐらい音が変化するかの比較用に、この動画を残したいと思います。この今ゴールドトップのレスポールはね、残念ですがパーフェクトな状態とは言えません。なぜなら本来は、10太いねゲージを貼らなきゃいけないんですが、わざわざ細いゲージ0級のゲージを貼っています。若干細いゲージなわけです。ですからバランスを取るのが難しいんですね。それとあと、ペグの状態がねあまりよろしくありません。ガタついてます。なので若干チューニングが不安定なんですね。だからといってプレイヤーである私たちはそれを言い訳にすることは一切できないわけです。そしてそれをね、プレイの中でなんとかカバーしていかなきゃいけないんですが、これはねここがプロとアマチュアの差なんですが、何かしらの方法を持ってそれを弦を弾かないとかね、ビブラートをかけるとか何かの方法を持ってカバーしなきゃいけないです。私ができる今限界のカバー、そして、それがだからこそカバーというんですが、どうやってね心地よく聞かせるように聞いていただくためにするかをお聞かせしたいと思います。ノーマンノークライです。若干不安定なところの弦を微妙に調整しながら弾いています。これは明日ね、ギブソンさんの方でチェックしていただくんですが、いかにプレイが楽になるか、今相当正直大変でした。途中ね様子を見ながら弦を弾くんですが、このタッチが難しい。これをねより楽にしてくれるのがプロのリペアマンの仕事です。私たちはそのプレオのリペアマンがリペアしてくれたギターを大切に一音一音を奏でるのが私たちの仕事です。当然ねプロフェッショナルのギタリストなんで、リペアマンよりギターを弾くのは上手いです。ただしギターのコンディションを整えるのはプロのリペアマンに勝てることは絶対にありません。それはね、信頼のおけるリペアマンというのは本当にギターを知り尽くしているからです。私たちが音、弾き方を知り尽くしているように、彼らはギターの調整方法を知り尽くしているんです。ですから信頼が置けるんです。私はね、黒澤明さんに絶対の信頼を置いてます。そして明日ね、見ていただき、各部を微妙に調整していただくことで、よりね、私のプレイを知っていただく、そしてギターを知っていただく。見ていただくだけで、チェックしていただくだけでプレイは変わるんです。それをね、また明日お聞かせしたいと思います。それではね、今どれくらいかな、5割ぐらいかな、調子はそんな感じですけどね、とてもいいギターです。これをいかにね、これから仕上げていくのか、それを皆さんにね、お見せしながら、一緒に、この動画、このチャンネルはね、見ていただけると思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time です。またお会いしましょう。